はいどうもこんばんは、イツキンです。今日はですね、ツイッターで告示があった、次のイベントの、キャラクター、メインになるキャラクターのカーベリック、おそらくですねピックアップも来ると思うので、こちらをね先に紹介したいと思います。カーベリックは、表示している通りこんな感じのステータスになっていて、非属性のメイジとなっています。多分ねこの次のピックアップもメイジの英雄が来ると思うので、ちょっと明治が続くような気がします。予想ですが、そんな感じです。攻撃力はまあまあ高めですね。生命力結構低いのは、明治の特徴といったところでしょうか。スピードがかなり速い英雄になっているので、基本的にはスピードアタッカーというような運用が多くなると思います。陣形に関しては、どちらも攻撃力となっています。では続いてカーベリックのスキルの方を見ていきたいと思います。はい、こんな感じですね。スキル1が、敵単体攻撃、最大 75% の確率で沈黙を一旦の間付与、スピードに比例してダメージが、増加するというスキルになっています。スキル1はまあ 75% の沈黙は結構高いので、まあ期待できる効果になると思います。さらにはまあスピードが速いということで、沈黙をどんどん付与していって相手の、思惑をずらしていくというような感じの使い方になるんじゃないかなと思います。そしてスキル2、敵単体攻撃それぞれ、最大 100% の確率で強化効果を1つ解除、2回 スキルターンを1増加させる、対象の速度が速いほどダメージがアップする、さらに自分にスピードアップを2ターンの間付与するとなっています。なのでこのスキル2はですねちょっとややこしいんですけど、強化解除とスキルターン1増加が2つ、計3つの効果があるので、それがそれぞれ 100% の確率で判定があるという感じですね。まあちょっとね、根力を使えば効果抵抗を無視できるので、全部の効果が 100% 発動するんですが、根力を使わない場合は、少しギャンブルになってしまうので、基本的にはダグエルの書を持たせて、カーベリック自身で使うというような感じになると思います。まあ、確定で強化解除を1つ解除と、スキルターンを、根力無視した場合は2つに増加させるっていうことなので、まあ厄介なルエルだったりとかに使うのが基本になってくると思います。まあね、免疫つけてても免疫を解除した後スキルターンをつけれるので、ルエル対策にはなると思いますが、まあ最近ね強化解除って言ったら2つ解除が基本になっているので、ちょっと1つ解除だったら闇セシルエル、免疫付きだったらシールドと免疫がついているので、ちょっとね、意味があまりなくなるかもしれません。ちょっとどっちが先に解除されるのかわからないんですけど、免疫が剥がせなかった場合はスキルターン増加が効かないので、ちょっとね時代に取り残されている、感じが否めません。そしてスキル3、こちらが敵全体攻撃、スピードアップ状態の場合は防御力を 30% 貫通する、スピードが高いほどダメージが増加となっています。なのでスキル2を使ってからスキル3を打つというのが基本の、動きになってきます。このスキルもねちょっと2ターンかかってしまうのと、自己バフがね専用装備がない状態では、自己バフがないので、やはりこちらもちょっと今の新しい英雄たちの性能に比べると置いていかれているような感じがします。はい、では装備ですね。おすすめの装備はこんな感じになっていて、まあ基本的な、アタッカーのセットになると思います。火力を出したい場合は攻撃セットと、会心または免疫セット、スピードを運用する場合はスピードセット、会心もしくは免疫、まあ基本的には、特性上ねスピードで、火力が変わったりするので、まあスピードアタッカーの運用がいいと思います。はい、では最後に、今回から評価は最後に、することにしました。海外評価が左、個人評価右につけています。クエスト
7点。まあ、闇川レナっていう優秀なね、お散歩要員がいるので、クエストに関しては、あまり評価はできないと思います。そして深淵、こちら 8.5 という感じで、まあ、強化解除があるので、一定数の評価は、されるのかなと思います。まあ、どこかしらで、敵が強化状態になるところでは、カーベリックを使って解除してっていう感じの使い方はできなくはないのかなという感じで 8.5 です。そして闘技場8点、やはり、スキルで解説した通り、やや型落ち感が否めないということで、8点、まあ、使えなくはないけど、まあティア版ではないかなっていう感じの、性能です。そして討伐、8点、こちらもゴーレムだったりとか、メイジなのでバイオリンつけれるっていうのもあるので、合わせてね強化解除もあるということで、アズマーカリスでも使えなくはないかなと思うんですが、やはり、他の特化した英雄には、一段負けるといった感じです。そして迷宮、これは地獄級ですね。こちらも強化解除があるので一定の評価があるという感じです。そしてギルド戦、8点、こちらですね、メリッサが、おそらく後に控えているので、メリッサを考えると今の環境だったらメリッサの方が強いかなという感じです。まあ、専用装備に、スキル2を使った時に攻撃アップが自分につくという効果があるので、まあ、専用装備が来ればまだなんとかついていけるかなっていう感じがします。あとですね、残念ながらスキルに、攻撃してから強化解除になるので、闇ビオレタの対策にはなりません。その代わりですね、後に控えていると思われるメリッサ、こちらはですね解除してから攻撃の順番なので、どうしてもメリッサにそこで負けてしまうかなという感じが、あります。そして最大火力も、スキル2を打ってからスキル3になるので、ちょっとね、エンジンかかるのが遅いかなと、最近の環境だとちょっと打つ前に潰されてしまうかもしれないといった感じです。まあ、なので、僕はですね、おそらくカーベリックは引かないですね。で、あとにおそらくビビアンが来るんじゃないかなと予想しているので、ビビアンの方に僕はちょっと全力を、出そうかなという感じの、評価になっております。というわけで、今回はねちょっと今までの評価表と変えてみたんですが、いかがだったでしょうか。まあ、何かあれば、コメントを、くだされば、確認します。というわけで今回はカーベリックの、キャラ紹介でした。ご視聴ありがとうございました。